さあ、ドアラさん、じゃあ今年やり残したことは聞きましたけれども、今年いろいろやってきて一番の思い出って何かありますか？たくさんいろんなことやられてきたのでいろいろあると思いますけれども、今シーズン一番のドアラさんの思い出何でしょうか？久しぶりにドアラさんのね、バク転も見れた一年でしたけれども、ドアラさんにとって一番の思い出何でしょう？長期の休み、ずっと布団の中に、ねえ、みんな心配してましたよ、ドアラさん。一番の思い出というかね、印象に残ってるというか、来シーズンはね、元気にフルで、もしかしたらだって来シーズンこの時期まだ日本シリーズやってるかもしれない、やってたいですからね、休まずクライマックス日本シリーズとね、勝って日本一になって、またねこういうイベントでね皆さんとお会いしたいと思います。ということでですね、今日はドアラさんと皆さんね、写真撮影を楽しみにお越しいただいておりますので、単品でもいいけどね、みんな一緒に撮りたいんでね、早速ね撮影会に移っていきたいと思います。ね、整理券お持ちでない方はね、このドアラさんのピースのね写真をたくさんカメラに収めていってください。ということで、整理券はお持ちの皆さん準備に入りたいと思います。まず整理券の1番から3番の方ご案内したいと思いますので、1番から3番の方は整理券をお持ちになってゆっくりで大丈夫ですので、皆様から見た右手に立っているスタッフの方までお願いいたします。カメラは1組1台とさせていただきますので、皆様ご準備